おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。今日はフィリピンの独特な習慣的な文化をお話しします。フィリピンでは独自のトイレ習慣が存在します。ティッシュを使わないことが一つの特徴です。多くの地域では水を使用して洗浄する仕組みが主流です。トイレットペーパーよりもタボやシャワーヘッドを使って水を使い手で洗うことが一般的です。あとは濡れたままパンティーを履きます。フィリピンは温暖な国でもありますので、濡れた下着はすぐに乾くという考え方です。この習慣はフィリピンの水の供給や下水システムの限られた状況に影響を受けています。またこの習慣は環境にも配慮したもので、ティッシュを使わずに水を使って清潔にする方法が重視されています。またフィリピンでは貧困な生活をしている方が7割近く存在するため、ティッシュなどはフィリピン人にとって高額な商品となり、購入する方はほとんどいません。フィリピンの文化では鼻水の処理方法も特徴的です。一般的には鼻をすするよりもティッシュで鼻を噛むことが一般的ですが、フィリピンでは鼻を噛む際には手を使って鼻を噛むことも一般的です。あとは手についたものを水で洗い流すということが一般です。また使い古した衣類、タオルなどを使い拭き取る方も見かけます。これは文化的な違いが影響している可能性があります。汚いもののその他の処理方法、フィリピンでは汚いものの処理方法にも特別な文化が見られます。特に食事の際には骨や残飯をテーブルの上に置いておくことが避けられます。これは死者への供物を示す習慣が影響していますが、現代では都心部では見かけることはなくなりましたが、郊外では未だに残ってるところあると聞かれます。また公共の場でゴミを落としたり散らかしたりすることは礼儀正しくないとされています。フィリピンでは環境への配慮や共同体の調和を大切にする文化が根付いており、汚いものを適切に処理することが重要視されています。テーブルなどについた汚いものは使い古した衣類、タオルなどを使い拭き取ります。使い古した衣類などは捨てずに布巾、ダスター、ティッシュなどに応用され、すべてに対してのことに利用されてます。フィリピン人の考え方としては、捨てるものにはお金を使わないという考え方が主流です。しかし、貧困層だけに関わらず、富裕層でも見られることもあります。以上のように、フィリピンのトイレ習慣、鼻水の処理方法、汚いものの処理方法は、文化や環境、社会的な要素に影響を受けています。これらの習慣は他の国と比較して異なる側面を持ち、フィリピンの日常生活や価値観を理解する一助となるでしょう。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき大変ありがとうございました。今日もニュースをピックアップしました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。